本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮市スータス整体院院長の鈴木達也です。本日の動画は、腰痛や、ぎっくり腰の患者さんが、寝た状態から起き上がる際に、腰が痛いという声が多かったので、そういう時にね、こういうふうに起き上がると楽ですよっていう動画を撮らせていただければなと思います。じゃあそしたらですね、ちょっと実践していきたいと思うんですけど、まあ、ベッドの上でこういうふうに仰向けで寝てる状態から起き上がるときにね、よく起き上がってくださいって患者さんで多いのは、こうふんとこうお腹のね筋肉を使って起き上がったりだとか、あとはこの足を振り上げてこう起き上がる、こういうような起き上がり方をしちゃうとすごく腰に負担が来ちゃうんですよ。でぎっくり腰の患者さんとかもうこんな起き上がりはできないですよね。でどうすれば楽に起き上がれるかっていうと、まず両膝を曲げちゃいます。立ててもらって、で体を横に倒すんですけど、この時に下半身だけで倒しちゃうとひねるような動きになっちゃうんで腰が痛くなっちゃいます。なので膝を立てたら、上半身下半身一緒に横にこう転がります。こういう形、僕のようなイメージです。こうじゃなくてこうで横になったら、まず足を両足ベッドの外に下ろします。そうすると重心が下がるんで起き上がりやすくなります。そしたらこっち下側の腕、僕だったら左腕の肘と上側の右で、間違ったな、右手の肘と左手の、手をついてぐっと起き上がります。こういうふうに起き上がると腰の力を使わずにこう起き上がれるんですね。でさらにこの時のポイントで言うと、こう起き上がる際に下を向きがちなんですね。皆さん下を向いちゃうと結構腰痛くなる人多いです。この時にちょっと、ね、起き上がる方向にこう目線を向けながら起き上がると不思議と痛くないですね。でここで座る動作までがいけたと思います。で立ち上がるときは他の動画でも説明したように目線を45度上げてもらって、こういうふうに立ち上がると楽だと思うので、少しそういうような動きを意識して生活してみてください。本日はこのぐらいで、さよなら。